ふわふわグミの先駆け、ピュアラルグミ赤肉メロンです。地球グミとか雲グミとか今柔らかい食感のグミがブームになっていますが、唇を切ったのはピュアラルグミです。グミの形は四角形で外側はふわふわのグミ、内側はプルプル食感の二層構造のグミです。赤肉メロンは果肉がオレンジ色のメロンのことを指すのですが、うりの青臭い感じがせずコクのある甘みが強いです。完熟フルーツの味を楽しめるおすすめの秋限定の商品です。 普通のハードグミじゃ満足できない人に朗報。コーラアップザハードです。コーラアップって日本で一番最初に発売されたグミでこっちも相当弾力が強いんですけど、最強弾力のコーラアップザハードが登場しました。瓶の形をしていて、コーラーアップと比べても色の濃さが際立ちます。まず驚くのが跳ね返りが強すぎて噛み切れないというところでゴリゴリにゼラチンを感じます。コーラ味なんですけど、そんなことよりゼラチンが強すぎます。噛んだ後のグミの破片が口の中で信じられないくらいとろけません。グラム数も100グラムと多いので、 で満足感、満腹感を感じるのに最適なグミです。 ジュレ入りの立体フルーツ組組のフフルルーーーツツピーチです。フルーツかもしれない読み方がわかんないどの角度から見ても桃の形そっくりで見た目の可愛さからも人気が集まっているグミですフォーディグミは今までもフルーツの形のものってあったんですけど今回は中にジュレが入っているっていうところが新しいです素桃を感じる甘酸っぱさのペースト状のジュレが入っています程よい弾力の噛み心地と芸術品のような見た目の美しさに心奪われるグミです